歌にドラマに大活躍のアイドルグループ AKB48。 しかしそんな彼女たちにある疑惑が浮上。それはこれから芸能界で羽ばたこうとしている彼女たちにとってこれは一大事。そこでメンバーたちと同世代である都内の女子高生にアンケートを実施。その結果をもとに AKB が世間の常識からいかにずれているのか徹底検証。その名もずれちゃやーよ女子常識7。最初の女子常識7アンケートはこちらでございます。お都内の女子高生100人に聞いた、うん、彼氏とデートしたい場所といえば。なるほど、これはね簡単ですよ。都内の女子高生が考える理想のデート場所は果たしてどこなのか。予想するのはこの7人。その予想がランキング上位7位以内に入っていれば回答席はその順位でストップ。しかしランキング圏外なら常識からずれている女、つまりズレンジョとみなされ、ズーレイブラザーズからきついお仕置きを受けてもらいます。この中にね現役女子高生がいますから。おお、どれ。現役女子高生はこちらの、4人ですね。ちょっとあのババややこしいから立ち位置変わってもらっていいかな。ね、なんでその女子高生の中に入ろうとするんだ。でこちらがオーバー20でございますから。7個もあるか。7個、いや全然あるよ。あるある。なんであんなオーバー20がちょっと張り切ってるのかわかんないんですけども。さあまずは現役女子高生前田敦子が挑戦。遊園地ディズニーが。おお、遊園地な。王道ですよね。あっちゃんディズニーになったの。それは俺とディズニーが来る。お、止まりましたけども、早い、いきなり第1位を当てましたよ。さすが前田、あっちゃんお見事。ディズニーランドは40人の女子高生が選んだダントツの1位。続いては最年長大堀めぐみと、ここで厳しいツッコミが。これはあれですか、はい、振り返って思い出すんですか。女子高生っていうのがキーワードですから。そうそうそう、そこに合わせてね。そうですよね。千葉県だから。そうですよ、千葉県だからとかじゃなくて。それでは大堀の答え見てみましょう。フリップオープン。じゃん。葛西臨海公園。葛西の蚊だけ平川平川っていうね。さやかも同じだったんです。千葉でした。私も千葉なんだよ。千葉の人は結構ここいいね。マグロを見に行く。マグロを見に行く。1位を超えまして、2位も超えまして、3位超えて、4位超えて、今5位行って、さあ、早い。お、6位で止まるか、7位です。ランキング圏外ということで、女子高生高橋みなみ。もう絶対大丈夫です。これは来てる。それでは出してもらいましょう。お台場。なるほど。絶対これは。もう後ろもある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 って言ってますけど。みんなある。じゃあゴー。あれ絶対あるこれ。3位ぐらいでございますからね。自信満々の高見奈々が果たして。大丈夫大丈夫。お台場は堂々の第3位。買い物をして浜辺で遊ぶのが定番デートコース。お次は葛西臨海公園に共感していたオーバー20秋元。代々木公園。どうだ、何、大島はどう。わかります、わかります。代々木公園は日
広いし、何でもできるし、夕方のベンチカップルばっかりやってる。代々木公園は女子高生の支持を受けているのか。めっちゃ最初喜びよって、イエーイ、おれおれおれちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、セット壊すのやめてもらえます。続いて、おもてな女子高生、峯岸みなみ。映画、おー、あー、なるほど、それが映画なら、その後話のネタにもなるという峯岸、果たして。4位も超えましたね。さあ、やばいぞやばいぞ。映画館は第5位。暗いからいい雰囲気になれるという理由もありました。さあ、続いては佐藤夏希。この春で高校を卒業する彼女は、なんと祝早稲田大期待できます、はい、彼の部屋、家で DVD 借りてみたりとか、普通にもうまったりまったりしたいんじゃないかなって思うんですよ。まったりまったりしたいね、うん、なるほど。じゃあゴー。いろんな波紋を投げかけた彼氏の家は何位なのか。何位にランクインするんでしょうか。入っているんでしょうか。さあ、彼氏の家は第2位。お金がかからないというのが一番の理由だとか。しかも、家と答えた11人のうち、初デートが家でも OK と答えた人が2人もいた。それはダメだ、それダメだ。まず初デートで家かと思ったもん。それはダメだ、それダメだ。いや、でも2人いたんですよ、11人。3回、そういう時代なんですよ。ちょっとうるさいな、ズレンジョ。さあ、前半戦ラストはオーバー20、大島舞。彼氏とデートしたい場所といえば、ドライブデート、車の中ってことですね。ドライブ、はい、すいません、字が違う。え、ちょっと待って、ちょっと待ってください。字が焦ったの。東の中ってこと。漢字の常識さえずれている大島だが、この答えは7位以内に入っているのか。まあ、4位は、まあ、問題は4位からですよ。4位はちょっとない。さあ、4位入るか。さあ、4位で止まった。4位はね、ない。4位はない。さあ、6位がない。6位がない。さあ、どっちかね。止まった。7位。ついたまんまになってますけどもね。あれ、首振ってみたら取れるかもしれない、自分でこうやって。ちょっと、これ何、これ、すごいことになったよ、これ。ちなみに、これドライブっていうのは100人中0票っていう。1票、これもう汚いって、お前飛びよんって。ちなみに残りのランキングはこちら。7位の東京タワーは、彼と高いところでドキドキしたいという理由でした。女子常識7アンケートはこちら。都内の女子高生100人に聞いた、彼氏に言えない隠し事といえば。さあ、このドキドキするお題に前田から挑戦。彼の携帯を勝手に見ている。なるほど、なるほど、いいと思います。喧嘩の原因ってこれじゃないのかな。女子高生が彼氏に隠していること、
携帯を勝手に見たことは7位以内に入っているのか。2位を超えて、3位を超えて、4位を超えて、5位を超えて、さあ6位を超えて、7位を超えた。わからんけどこれ。でもちょっと美味しそうな匂いがする。あっちゃんオラウータみたいな。続いて女子高生高橋、彼氏への隠し事といえば昔の彼のものを持っている。うわー、メンバーからはかなり共感を得られたが、なんと7位も超えた。あるぞ。はいお前ズレンジョー、はいお前ズレンジョー、はいお前ズレンジョー。1位さえ正解できないという大波乱。続いて秋元。他の男子とメールをしている。ほー、これはまあ実際言えませんよね。言える言える。いや女子高生ぐらいよ。彼氏ができたら彼氏としかメールしちゃいけないと思う。でもし友達としたら、でもメールぐらいするやん。やっぱするよ。ダメだよ、電話帳から全部消去しなきゃダメだよ。じゃあゴー。あるある、あるこれ絶対ある。微妙だよね。微妙だよ。彼が傷つくから言えないという理由で100人中26人の女子高生が秘密にしていました。波乱の幕開けだ。はい。あららら、らどうした。これどうぞ。え、何うちらのかけらです。答えは残り6個。連続正解を狙う峯岸の答えは、じゃん、他に好きな人は付き合っている人がいる。ああ二股ってこと。二股ってことね。ないかな。ないことは言えないですけど、知ってるかどうかですもんね。知ってるかどうかですね。チェックドゥー。果たして女子高生は二股をかけているのか。2位を超えた、3位を超えた、2位を超えた、早いね、早いね。泣きそうやったよ、もう足ピンって伸びたよ。男子驚愕、実は3人が彼氏以外の人を好きなようです。うーん怖い。さあ5人目はいろんな意味で常識からずれている大島。なんか絶対に気になってるんだけど、はい、言っちゃいけないことってあるじゃないですか。それ、彼氏に内緒なことといえば、うん、経験人数的な。女子高生ですよ。恋愛の数とか。あ、付き合った人数とか、ね、経験ってことね。はい。チェックが言ってますんで、うん、何ですか。大島前は完璧なズレンジョですね。何ですか。まだ5つの答えが残っている中、佐藤夏希は親のこと。誰の共感も得られず、結局夏希も はいズレンジョ、はいズレンジョ、はいズレンジョですね。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。お前こっちの方がかわいいじゃん。ラストは最年長大堀、考え抜いて出た答えが、じゃん、整形。そう。チェアゴー。女子高生が整形、果たして
さあ6位をで止まったアウト。すごい勢い。あ3発何ババ結果はこちら。しかしたったの2つしか当てられなかった AKB、 これはかなりのズレンジョ集団なのかも。1月23日前田敦子ファースト写真集はいがついに発売。タイプーケットで撮影された今回の写真集は思わずドキッとする前田の魅力満載です。どうも前田敦子です。今回たくさんの予約をいただいたということでありがとうございます。そんな、感謝の気持ちを込めてですね、ファンの方に直接このパネルをプレゼントしに行きたいと思います。今回の企画は予約してくれた方々の中から何人かを選び、前田本人が直接お礼に回るというファンの皆様への大感謝企画。そしてその行き先の決め方は、これで引くんですか？その場で抽選。じゃん。あ、東京都西東京市の服部健太さんです。わーい。一人目の当選者は西東京市在住の服部健太さん、大学1年生に決定。そして移動の方法は、前田さんこれお願いします。ええ、何ですかこれ。そういうことです。え、これ見ていけと。はい、前田さんの写真集じゃないですか。はい、いわゆるその感謝の気持ちを伝えるんだったら、番組の力とか借りずに自分の力で言った方が感謝の気持ち伝わると思うんだから。思いますけど。ですよね。電車で。はい、早速住所を頼りに服部さんの家を探す前田。当選者服部さんの住所、西東京市はここですが、西東京市ってどの辺だと思いますか？東京駅の近く。前田チリオンチ発覚。大丈夫か。なんとか地図で場所を確認。いざ東京駅へ。どれさんいますかね。いますかね。いなきゃ困りますよ。なんで平日にしたんですか。確実にいない人が多いですよね。今回の企画はサプライズ企画。事前の連絡等は一切行っていない。ちなみに前田のスケジュールはこの日の夜7時まで。一体何軒のお宅を回れるのか。ついに服部さんの住む学生寮を発見。早速アポなし訪問。服部さんに会うことはできるのか。ようやく一人目のお宅を見つけた前田。早速アポなし訪問。服部さんに会うことはできるのか。服部さんはどこに。この方が服部さんなのか。こんにちは。はじめまして。前田敦子です。服部さん。ありがとうございます。この方が一人目の当選者、服部健太さん19歳。はい、これは全部服部さんのですか。そうですね。毎日みんな集まって DVD 見て、はい、ずっと好きになっちゃって、JCB とかアックスも買いました。あ、本当ですか。わー、ありがとうございます。気づいたら手振る。あ、もちろんです。ありがとうございます。ちなみに前田のことってどれぐらい好きですか。どれぐらい。はい、もう全人類で一番好き。ならばぜひお礼をしたいと思いまして。何か私にしてほしいことってありますか。すると、ちょっとでっかいキッチンあるんで、はい、ちょっと料理作って。オムライス。あ、オムライス好き。
オムライスを振る舞うことに。しかし、普段料理とかってします？料理ですか？ないですね。どうしよう、全くしないです。なんと前田、チリ音痴だけでなく料理音痴も発覚。大丈夫なのか。次週、前田敦子料理に挑戦。さらに俺の旅はまだまだ続く。前田敦子ファースト写真集、はい、いよいよあさって発売。前田の魅力満載、必見の一冊に仕上がってます。先日、新成人を迎えたメンバーの記念撮影会が行われました。さて、二十歳になってやりたいことは？選挙権がもらえるんでしょ。だから選挙？違くない？選挙権どうした？どうした？今日は考えたんだけど、ちょっと勉強してください。はい、はい、あ、じゃあ携わる前に勉強してください。勉強したいと思います。ちなみに他のメンバーの夢はご覧の通り。大人になった彼女たち、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。そして AKB48 待望のニューシングル10年桜が3月4日に発売。AKB が送る新たな卒業ソング、この発売を記念してなんと緊急企画が決定。今年卒業を迎える皆さんに AKB が素敵な思い出をプレゼント。自分たちの学校に来てほしいというあなたからの応募待ってます。この後、期待の新ユニットのデビュー曲を披露。さあ、今週の歌は来週水曜日にデビューするユニット、渡り廊下走り隊のデビュー曲、初恋ダッシュをお届けします。憧れの先輩は大学中の人気者、周りに取り巻きがいて、角が硬すぎる、ハートに近づけない。